こんにちは。子供 Python チャレンジです。前回の続きをやりましょう。はい。前回は、リスト操作の復習ということですよね。いくつかの、前にもやったリスト操作をどういうふうにやるかということをやりました。復習しましょう。はい。名前リストですね。赤ちゃんにつく名前のトップ20のリストをあらかじめ概要欄に貼っときまして用意しましたね。そしてそれを使って、いろいろな操作を復習しました。はい。前回の EX5 ですか ?EX5 を、もう一回、走らせて、コネクトしてつないでみてください。そうですね。そうすると、こういうリストで、長さが20でしたね。そして、これを、やるということでした。ちゃんと復習しといてくださいね。はい。じゃあ最後の復習だけやりま、宿題だけやりましょう。はい。花子を足したら50音順で何番目になりますかということでしたね。花子さんはいないので、まずちょっと、打つのめんどくさいから、y にしましょうか。y イコール花子。いうふうに、つけときましょうね。H にしようか。ね。花子っていうしましょうか。花子は花子。花子ですね。花子は花子で、まず、花子はネイムズにいますか?いますか?って聞くと、いないですね。なので、ネイムズにアペンド、花子で足します。そして、プリント、最後のところを見てみましょうか。マイナス5。あ、それから長さも見ましょうね。まず長さを見て、それから最後の5個を見てみると、はい、ちゃんと入ってるのがわかります。ありゃ、ネームズの、マイナス5までじゃないですね。マイナス、あ、これ、もう一回やっちゃうとおかしくなっちゃうので、2回足されちゃいますからね。ここは書き間違いでしたね。最後の5個から最後までですので、こうですね。はい。そうすると最後は空、美咲、翔太、優、花子なんです。はい。そしたら、これをやるには、ネイムズの、リバース、あ、ソーティードですね。ソーティードのネイムズとしてやってやると出てきて、その中で、花子はなんで何番目にいますかっていうと、花子。ね。これは、10番目にいます。実際、L2 の、10番目を調べてみると、ちゃんと花子がいるということがわかります。いいですね。はい。前後3番、3つをやると、9番目から12までかな。はい。こんな感じで、七海、花子、ひなとちゃんと50音順に並べるのがわかります。はい。じゃあ続きやりましょう。はい。今日はハッピーナンバー。ちょっと、ここだけのルールで、こういう感じを決めます。次のように、数 N から始まって、数を変えていきます。変形ですね。各桁の2乗を足し合わせて次の数とする。例えば23だったらば、2と3なので、2人が4、足すサザンが9、で足して13。で、次の数が決まりました。ね、23の次は13。13は1、足すサザンが9で10。なので、次は10になる。こういうふうにどんどん数を数、変えて、変形していくわけですよね。で、最後、1にたどり着いたら、一番スタート時の N はハッピーだってことがわかる。1以外でループに入っちゃったら、もう永遠に1にたどり着かないことが分かったら、N はアンハッピー。こういうふうに、仮にここだけでルールを決めます。はい。そしたら、1列の次の数を求めるにはどうしたらいいでしょうということですね。まずこれをちょっとやってみましょう。はい。ちょっとここに、ハッピーナンバーっていうタイトルをつけといて、はい。まずここですね。まず例えば、7っていう数の、じゃあ N イコールにしようか。N イコール、まず、じゃあもう少し大きな数なんでしょう。
123っていう数を考えましょう。この数の各桁を取り出すにはどうするんですか？知ってますよね。それにはどうしましょうか。プリントのまず n ってやる、プリントじゃない、ストリングスのストゥルの n ってやると、これこういう配列ができるんでしたね。なのでこの文字を、S for S in こういうふうにやってやると、はい、123って出てきますね。わかりますね。まずこれで文字列にしてやると長さ3の文字列になります。1文字目は1、2文字目は2、3文字目は3ということがわかります。ですのでこれを数にもう一回してやるとこうですね。こうやると L1。もしこれで L1 をプリントしてみると、はい。そうすると123が出てくる。ね。これ、654だったらば、654が出てくる。ということになります。あとは、これをそれぞれ2乗すればいいから、その場合は、その値、L1 の中のそれぞれを D×D in レンジ、L2 ですね。こういうふうにやれば、はい、こういうふうにやれば、あちゃ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 、D×D in 4D ですね。in D。こうですね。こういうふうにやれば、あ、まず、いいですね。いいですね。これまず、こういうふうにやれば、一個ずつ取り出すことができるっていいですね。だけど、これをそれぞれ D っていうふうに計算してやると、はい、36、25、16になる。だから、あとは、これを、サム関数でやってやれば、77、36たす25たす16が計算できる。これで、つまりこれを次の数にすればいいわけですね。わかりますね。これ、後で使えますよ。いいですね。もう一回別の数もやってみましょうか。例えば、7っていう数から、567っていう数だったらば、こうですね。5、6、7を取り出して、25、36、49足して110。これが次の数っていうことですね。数、各桁の数字リストを求める。二乗の和を計算。ここまでできました。はい。それからもう一つやるべきことは、1についたか、ループかどうかを判定するっていうことですね。1かどうかは、新しく計算した。はい。ですから、これ N2、こいつを N2 と名付けましょう。ね。N2 イコール、サムの L2。こういうふうにやってやれば、いいわけですね。で、こいつは N2 を計算してやる。さて、問題は、こいつが、もう、ループかどうかですね。これ、そういうのをやるのは、よくやるのは、見たかどうか。もう見た数のリストをここに作っといて、そして、毎回見たの中にいるかどうか。例えば、ね、もう、110っていう数がいれば、123、56、110とか、こういうふうにあればいいですね。こういうふうなリストがあって、if、だから、これで n2 in 見たって言えば、true になるわけですよね。もしこれがなければ、今度は false になる。ということになります。ということで、これを活かせば、だいたい次の数を求めるってことができますよね。それから、1かどうか、ループかどうかを判定するっていうことができますよね。はい、ここまででどうですか？なんか書けますか？つまり、やりたいことは、ある数からスタートして、順番にどういうふうに辿っていくかを
やっていくってことですね。じゃあやっちゃおう。はい。例えば、N は7だとしましょう。ね。そして、今と同じことやればいいですね。ちょっとコピーしてきてみます。まあ、560ならでもいいか。じゃあ今の、これを、この前に、まず見たは空っぽにします。まあ、空っぽにするっていうか、N は入ってるよな。こういうふうにしますよね。それで、あとは、N の中で繰り返す、プリントする、2乗ずつ繰り返す、プリントする、そして、新しい数を繰り返す。これで、もし、if が、N2 が、1ならば終わり。ハッピー。っていうことが言えますね。それから、elif。まあ、ここはちょっと難しいかもしれないけど、N2 が in、みたにいれば、もう、アンハッピー確定ですね。アンハッピー。ちょっと後でもう少し直しますけど、大体こんなことですね。そうでなければ、どちらでもなければ。そしたら、N、新しい N は N2 にして繰り返す。だからここをループにすればいいんですね。どうしようか。while true。これがいつもずっと繰り返すっていう意味です。よいしょ。これでいいかな？ちょっとこれでやってみましょう。いくつか減らしていくけどね。例えば567からスタート、まあ、7からスタートしようか。7からスタートすると、あ、それから、そうだね。ここ3を計算した後、見たもプリントしようか。OK。これでどうでしょう。いいですか？まず、長い。どっかで止まんなきゃいけないね、これ。これでストップですね。ここでブレイク。ね。ハッピーかアンハッピーか、一回書いたらブレイク。これでいいですね。これいります。失礼しました。はい。そしたら、まず7からスタートします。7、49。ね。49ですから、4と9。16と81。足して97。そうすると、あ、ここで、みたいに足すの忘れましたね。どこだ？ N2 が出たときに、ここですね。みたに、アペンド、N2 ってしなきゃいけませんね。OK。これでいいか。これでどうなる？はい。7、49。あ、ここで判定しちゃダメか。ここで判定しちゃダメだね。よいしょ。ここで判定したらみんな不幸せになっちゃうから、ここですね。もし、どちらでもなければ、三谷は N2 を足して、そして、新しくすると。OK、これでどうだ。OK。ね。まず1個目、7、49、4足す9、16、81、97。あと、良さそうだね。だから、ここら辺のプリント文いらないね、もうね。このプリント文いらない。このプリント文もいらない。うまく動いてるから。このプリント文はいるかな。これどうだろう。はい。こうやると、はい、49。ここを N も入れようか。元の数 N。7、49、7。OK。49、97。これは、L2 はあった方がわかりやすいか。はい。これでどうでしょう。はい。49、7、49、7。そうすると、
49だから、4、4、16と9、81。OK ですね。これちょっとスペースを入れよう。ここにね。ここか。あとで、F 分とかできれいにしといてください。そうすると、はい。いいですね。49、16と81。OK ですね。そうすると、足して、49。97になります。OK。で、97。81と49。OK です。それから、130になって、1と9と0。1と0。OK ですね。ハッピー。ということで、ちゃんと動くことが分かりました。これ自分で確かめてください。プリント文とか入れてね。はい。じゃあ、別の例もちょっとやってみましょう。今、7の例は、ハッピーになりましたね。最後はね。じゃあ、5の例は ?17 の例は17の例は、はい。これはこういうふうな感じで、アンハッピーであることが分かりました。なぜかっていうと、最後に出てきた58は、前にあることが分かるからですね。89が出てきたんだけど、89はもうここにいるからね。ということで、これはループになったことが分かりだしたので、アンハッピーです。いいですね。これちょっと動作を自分でいろいろ確かめてみてください。いいですね。はい。今日はここまでにします。次回、この後、もう少し、ハッピーナンバーをどうするか、調べていきたいと思います。こんな感じね。はい。ということでやっていきますので、今日はここまでにします。どうもありがとうございました。ぜひ、次も見てください。ハッピーかどうか判定を続けます。さよなら。